今日は県内で新たに1名の新型コロナウイルスの感染者が確認されましたので、お伝えさせていただきます。この方は昨日、陽性が確認されたことを公表させていただきました、一番最後のところですね、最新のところ、11事例目の松山市30代男性の同居のご家族の方でございます。まずは感染が確認された方に心からお見舞いを申し上げさせていただきます。一日も早く回復されるようお祈りさせていただきます。検査結果が判明したのは昨日8日の22時頃夜でございます。ご本人に連絡し、今後の治療内容等を説明させていただき、今後の保健所の調査にご協力をいただくこと、またプライバシーに配慮した上で、感染の事実を公表することにご理解をいただいているところでございます。まず感染者の概要ですが、30代女性1名でございます。住所地は松山市で、職業は無職でございます。次に症状経過行動歴ですが、現在把握している内容ですけれども、本人は4月4日以降、倦怠感や発熱、これは4月5日に38度5分、その後、下がりまして36度から37度台で推移、咳などの症状があり、一昨日4月7日、昨日発表させていただきました家族である30代男性の感染が確認されたことを受けまして、昨日、帰国者接触者外来を受診、検体を採取し、PCR 検査を実施したところ、陽性が確認されたため、本日午前11時ごろに、県内の感染症指定、医療機関に入院済みでございます。で、このお家は同居の家族、他に4名いらっしゃいます。この方々についても検査を実施しましたところ、こちらの方はすべて陰性が確認されていますので、昨日発表した男性と、それから、この今日発表させていただく女性、お二人ということになります。で、この4名の陰性の4名の方についても、松山市から自宅待機を要請してもらっていまして、健康観察をこれから続けてまいります、2週間。で、この女性の行動ですが、外出は買い物程度だそうでございまして、外出時はマスクを着用していたということでございます。なお昨日の男性の方も大阪から帰ってくるときはマスクを着用し、移動は自家用車ということが確認できましたので、合わせて公表させていただきます。こうした状況で、濃厚接触者は、この女性の方については同居の家族以外は濃厚接触者はないということでございます。一方、30代男性の昨日の発表した方でありますが、こちらの職場関係について、会社の方も公表されましたけれども、松山市保健所によるその後の調査で、外に出るお立場、仕事ではないそうなので、内部の打ち合わせがメインだそうです。で、8名の同僚の方が濃厚接触者として把握したということでございました。この8名の方は現時点ではいずれも症状は出ておられないということであります。そうしたことから松山市の方から自宅待機を8名の方要請をしてするとともに、こちらも今後2週間健康観察をしっかり行っていき、症状等現れた場合は速やかに PCR 検査を実施する段取りとしています。30代のこの男性は、先ほど申し上げましたように、基本的に移動中マスクを着用、通院通勤すべて自家用車、それから発症後は医療機関への受診以外の外出はなしということでございますので、しっかりとここの接触者のケア、フォローをしていくということで、拡大を防ぐということになろうかと思います。ということで、こちらの昨日発表した11例目は、この2つが黒丸になるということでございます。続いて、
内子高校関連の症例でございますが、昨日実施した教職員の残っていらっしゃった方の検査結果が出ました。同校教職員のうち13名はすでに昨日の時点で発表させて陰性が確認取れたということでしたが、残りの20名についても PCR 検査の結果がありまして、全員陰性であることが確認できました。これにより教員の濃厚接触者である同校の生徒さん5名、そして教職員さん33名、全38名の検査が完了し、一昨日感染を確認した生徒さん1名を除き、37人全員が感染していないことが確認できました。ただ念のためこの37名につきましては、同様に2週間の自宅待機と健康観察を行うこととしています。昨日申し上げましたように、感染した教員の陽性判明後、関係者は速やかに自宅待機等を行っていることに加えまして、37名の検査が陰性であったことを踏まえると、このケースでこれ以上学校内や地域における感染拡大リスクというものは低いというふうに考えております。この PCR 検査なんですが、以上で一国高校の関係は以上なんですが、PCR 検査の対象についてちょっと整理をさせていただきたいと思います。国内での感染者が大幅に拡大して、本県にも県外からの感染と思われる新規事例が続いています。こうした状況であり、本県のやっぱり水際対策をしっかりする必要があります。医師からの検査要請に対して迅速に対応することが初動段階が極めて重要と考えています。このためこれまでは症状の有無にかかわらず、幅広く濃厚接触者等に協力をお願いし、検査を実施してまいりましたが、もちろん必要なものはやっていきますけれども、この全国的な状況を踏まえて整理をさせていただきたいと思います。まず一つ、国の基準に沿った対応、これは濃厚接触者については自宅待機により感染拡大を防ぐことが可能でありますから、これは健康観察毎日行って、症状が出た段階で速やかに PCR 検査を実施するということとさせていただきます。今回の松山市の濃厚接触者、会社の関係者ですね、これがこのケースに相当します。次に本県独自の対応でありますが、ただし症状のない濃厚接触者でも医療、福祉、教育関係者など二次感染が重症化や多人数への感染拡大リスクにつながる恐れのある場合には、これはこれまでと同様に検査を実施をしていくと。今回の内子高校の教職員のケースがこれに当てはまると思います。それからもう一つの本県独自の対応でございますが、濃厚接触者でなくても症状が出る前に感染者と接触し、接触の度合いが非常に濃かったとかですね、感染源の調査のために必要と判断した場合は、検査を実施すると。これは10例目の愛南町の場合がこのケースに当てはまると思います。こうしたような基準に基づいて、今後県独自の対応も引き続き継続しながら、検査を実施していきたいと思います。それからもう一点、今日高知県が新たな感染者、先ほど発表されていました。今日1日で10名、陽性反応が出たそうなんですが、うち8名が高知市内だそうです。で、2名が、畑地区、愛媛県との県境の畑地区、こちらの地区はこれまでの感染者も含めて10名程度ということになっています。で、愛南町にも出ていますので、特に、この両地域どちらがというわけではありません。両地域この現実を鑑みまして、人の移動等々、これは十分に気をつけていただきたいということを、お願い申し上げたいというふうに思います。この情報は愛南町にもお伝えしまして、町の方で、呼びかけをしていただけることはなかろうかと思います。緊急事態宣言が行われた7都府県の知事からは、
それぞれの住民に対する外出自粛などの強い呼びかけが昨日なされています。愛媛県は感染拡大地域には該当しませんが、該当していませんが、繰り返し何度もお伝えしている通り、ウイルスは目に見えない、こういった形で出た場合、速やかに、拡大を防ぐ手立ては打ってきておりますし、これからも、頑張って打ち続けていきますので、ただしそれでもいつ県外から持ち込まれるか、またすでに持ち込まれているか誰も分かりません。県内の感染者数が現状程度で、踏みとどまるか、緊急事態宣言が出された都府県のように拡大していくかは、もうまさに一人一人の生活の中における、注意深い、行動にかかっているというふうに思います。飛沫感染、接触感染を防ぐための日々の行動について、県民の皆さん、くれぐれもよろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。ただいまの発表事項に関して質問がある方はお願いします。はい、です。今回確認された30代女性なんですが、同居家族ということなんですけども、関係性質問とかそのあたりは分かりますでしょうか。うわ、ちょっと特定しない方がいいと思いますので、同居の人数で、受け止めていただきたいと思います。新聞です。以前新居浜の転入者の例では、新居浜の転入者で陽性が出た方については、もう一人濃厚接触者の方と妻であるということをおっしゃられていたんですが、その点線引きというのはどのようにあの来て、外にほとんど出ていない、買い物程度、マスクをしながらの買い物程度ですから、濃厚接触者はいないということです。その関係性を妻であるか、同居家族という範囲に収めておくかの線引きというのは、今回は世帯構成が分かってしまうと、本当に特定されてしまう恐れがあるので、ここは県の判断として、公表は差し控えたいというふうに考えたものです。新居浜については、それを言っても特定はされないという判断で、妻だと。少なくとも今回についてはそういう判断をしたということです。昨日なんですが、新居浜市で、学校でですね、親御さんの職業によって、子どもさんが登校できないような事態があったと、それに関しては、知事の結論で、県の教育委員会の方でそのような事態がないかということは把握されてますか。そうです、保護者の方が仕事のためにね、いろんな地域を移動されている、ことは事実なんですが、そのことのみをもって、児童の自宅待機を進めるという事案、これは正しい対応とは言えないと思いますので、大変残念に思っております。こうしたことを受けて、県教委の方から、各学校にですね、今日文書発出しました。発出した。じゃあちょっとその内容を説明してください。はい、以前からですね、拡大感染地域から転入等してくる、児童生徒さんについては、体調に問題がなければ登校を受け入れるということを基本として通知をしております。で、自宅待機を要請いたしますのは2つ。1つは、児童生徒等に発熱や咳等の健康不良が認められる場合や、濃厚接触者に特定された場合、もう一つは、保護者からの要請や本人の不安感、体調不良等により欠席の申し出があった場合、これに限定しておりまして、そのことは、以前から県立学校や市庁の教育委員会の方には通知をしてございます。ただ、今回の事案を受けまして、本日改めて、これらの内容を県立学校及び市庁教育委員会に通知して、その徹底を図るよう要請をしたところでございます。学校についてはもう前にも公表してますとおり、自宅でのまず朝の検温の実施、それから登校してきた時の、クラス単位になると思いますが、健康チェック、これも、全県で一斉にやるということになっていますので、ぜひただ単に転校してきたということで、偏見が生まれないようにですね、
これはもう人の心の問題だと思いますので、そうしたことをチェックしながらやっているということも踏まえて、皆さん、まあ、一面なのに、つながらないようにですね、温かい気持ちを持ってもらいたいと思います。すみません、NHK なんですけど、昨日の会見で知事おっしゃったと思うんですけど、軽症者について、その軽症者についてそのホテルを、まあ、どうするか、施設をどうするかという話があったと思うんですけども、まあ、決まったらまたおっしゃってるということなんですけど、その、まあ、今その進捗状況と、まずそのそれを検討するに至ったのは、その医療現場がそのちょっと大変になってきているのかとか、そういうところがあるのか。まずですね、現段階で医療現場の病床数ですね、これが逼迫しているという状況にはありません。ただし、やっぱり今後どうなってくるか誰にも予測がつきませんから、まあ、こうしたようなことを踏まえて、医療の現場からもやはり、今のうちに手を打てないかという、そういう緊張感というのはありますので、そしてまた、まあ、ホテル、軽症者、無症状者は、そういったところでも構わないと、今まではもう陽性の場合は全員、指定病院ということがルールでありましたけれども、国の方針が変わりましたので、なかなかこれ手を挙げてくれるところを探すのは大変だと思いますけれども、今いろんなところに当たっている最中であります。で、その場所がもし候補地ができたとしても、設備の問題、それから、そこに構えローテーションで入っていただくお医者さん等々の、人員の問題、いろんな課題がありますので、それらをクリアできる場所かどうかも確認、専門家のもう交えてですね、確認をしなければなりませんので、最終決定するにはまだちょっと時間がもう少しかかると思います。もうすでに手を挙げてくれているところとかはあるんですか。手を挙げているというか、こちらからどうだろうかという、中には検討してもいいっていうようなところもありますので、そこは最終的にどうなるか分かりませんけれども、なんとか、構えだけはしたいなというふうには思っています。すみません、愛媛朝日テレビです。続いてその宿泊施設についてなんですが、用意されたいベッドの規模とかありますか。何床ぐらい準備されたいか。まあ、まだちょっと分かりませんね。もうともかく場所によって部屋の数も全然違いますから、まあ、可能であれば、シャワー付きの部屋があればいいなというふうなことだろうと思いますので、可能というか、まあ、それはこう分けて生活するということになりますので、そのあたりの施設の問題もあると思いますので、ちょっとこの時点ではまだ分かりません。海南区の畑地区の件で、まあ、移動を、まあ、十分気をつけてという話でしたけども、まあ、往来を自粛するようにとか、そこまでの意味合いではないですか。まあ、できれば、まあ、ここはなかなか難しいと思うんですけど、ここは非常に、他にのエリアの問題もありますので、ちょっと、まあ、特殊な状況だと思うんですね。ですから、ここは町と、まあ、県境でぜひ話し合ってどうするか、やっぱりこちら側だけというよりは両方でやった方がいいと思いますので、その辺は先ほど町長さんとも話していたところです。あと検査方針、濃厚接触者とかの検査方針、まあ、ちょっと変えますとお話しされましたけれども、はい、それは、まあ、今後、まあ、検査数とかもし増大するのに備えてということですか。はい、その通りです。検査数の増大と、あるいはその他の地域でたくさん感染者が出ているので、場合によっては県内に入ってきているかもしれない、新しい感染者をより早く見つけるために整理をしたということで、今はもう県内で、まあ、こう不特定多数広がっているという状況ではないというのは、この状況で皆さんも受け止めていただけると思いますので、大事なことは一つ一つどれだけ早く囲い込んで、拡大を防ぐ手立てが打てるかという、この勝負だと思っています。その他よろしいでしょうか。すみません、今日発表の例について戻ってしまうんですけれども、この30代女性の方の感染というのは二次感染という認識でしょうか。どういうふうになるんですか。どういうふうになるんですか。ありがとうございます。すみません、よろしいでしょうか。ではこれで、はい、どうもありがとうございます。